ね、ママ大丈夫髪。大丈夫大丈夫。皆さんこんにちは、きかちあみです。今日は日曜日なんですけど、パパがね、朝から お花のお洋服持ってきましたって言って。わかった。今日はお花のお洋服を着るそうです。こっちに持ってきました。パパがね、朝からお仕事なので、今日は2人でお出かけしたいと思います。日曜日だからちょっとゆっくり起きて、で今ご飯を食べてるんだよね。あれ全然手進んでないじゃん。何を食べていますか？何でしたっけ、覚えてる？はい、シーン、ナポリタンです。今日はですね、お昼にお友達とお約束してて、友達にね、1日限りでカフェがオープンするから来ないって言ってもらってるので、友達親子と一緒にランチしに行きます。その後は、あれママ何行きたいって言ってたんだっけ。その後、私ね、最近ね、やることとか忘れちゃうからスマホに入れてるんだよね。あ、そうだ、誕生日の時に撮った写真を撮りに行かなきゃいけないんだ。あのスタジオアリスで毎年写真を撮ってるんですけど、やっぱね、おしゃれな写真館とかも頼んだりね、たまにするんですけど、やっぱりね、スタジオアリスのあの感じがすごく好きで、こう昔ながらのある写真館、そして衣装が何年経っても色褪せないっていうか、いいねっていうので、0歳の時から毎年撮ってるんですね。で、毎年1着はディズニーで揃えようっていうので、0歳の時はプーさん来たんですよ。まあ0歳だからまだ意思もなくね、私たちが可愛いかなと思ってプーさん決めて、1歳はね、ちょっとおしゃれ写真館で撮ってもらったのかな。2歳の時はバズライトイヤーにしたんですよ。バズライトイヤーと、あともう一つなんだっけな、あ、ティンカーベル撮ったんですよ。で、まあ3歳になったら絶対自分の意思も強くなってプリンセス着たいとか、そういう風に言うだろうねと思って、まあ、バズライトイヤーっていうね、あのパパチョイスの、まあ、ちょっとガンダムっぽい感じで、あの3歳以降になったら嫌がりそうなものっていうのでやったんですけど、まさかの3歳もバズライトイヤーを選択したんですよ。この方2年連続同じものを着ました。あともう一つはアリエルかな、アリエルを着ました。アリエルピュー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 。そうだから、その写真をまだ撮りに行ってないから。レモンカッカー、レモンカッカー、え、デーモンカッカ映ってた今。うん、そう、デーモンカッカがね、Eテレに出てるんですけど、デーモンカッカって一見怖いじゃん。で、コアミさんも何この人怖いとか言ってたんですけど、最近デーモンカッカが好きらしい。あとあれでしょ、うん、でね、おじさんはどうだっけ。おじさん、おじさん好きなんでしょ。 おじさんさっき宅配便が来たんですけど、宅配便のおじさんに、はい、今行きますって言ったら、おじさん大好きって言ってきて、おじさん、キッチンのところにいた、ふわって言うさせて、おじさん、おじさんって言ったね。そう、キッチンのところで、あのインターホンが鳴ったら、おじさん、おじさん、おじさん大好きっていきなり言ってきて、最近おじさんが好きみたいです。はい、じゃあ食べてください。全然手動いてないじゃん。言って今の。なんて？もう一回言って。もう一回何を言えばいいの？さっき弾いた。おじさんの歌？うん。おじさん、おじさん大好き。これでいい？うん。さっき見たか。え、さっきなんて言ったママ？デモンカッカが大好きなんですよねって言った。あ、分かった。この子デモンカッカが大好きなんですよね。これでいい？まあ、ママ、もう一回。よくわかんないですね。早く食べてください。言って、もう一回。何を言うの？もう一回言って。何を？デーモンカッカ？うん、この子デーモンカッカが大好きなんですよね。ちょっとどういうこと。早く食べてください。まあ、早くと言いつつまだまだ時間はあるんですけど、ちょっとゆっくりしながらお着替えしてメイクして、今日はマニキュアもして。マニ、そうだね、マニキュアするんだもんね、うん、なんか子供用のマニキュアちょっと前に買ったんですけど、今日したいみたいで、一丁前に休日はおしゃれを楽しむみたいです。そう、ママと一緒ね。ママはネイルしてるから、今日やろうね、じゃあね。キラキラやろうね。はい。早く食べましょう！返事は？返事は？じゃあママがびっくりするぐらい大きい声で言って。せーの。じゃあママの真似してね。
ね、聞いてる？はい、撮れてます。はい、撮れてるよ。見せたら？撮ったよ。何したの？今ね、うん、マニキュアした洗濯。はい、マニキュアを自分でしました。最近は子供用のマニキュアにハマってて、全部自分でやりたい、全部自分でやりたいって言うからね。マニキュアも自分でやりたいって言うの。でも今日綺麗にできたね。今日は何色にしたの？今日ピンク。かわいいじゃん、キラキラだね。今日は三つ編みドーナツです。最近ハマってる三つ編みした後にこのままお団子する。かわいい、見せて。おお、じゃあちょっとママが修正してあげる。ほら、手についてるとこだけ取ってあげる。あ、大丈夫、爪は取ってないから。やばい、ママが全然用意できてないじゃん。じゃあこの、あ、そっか、今手があれだからママ入れちゃうね。ドキンちゃん、これ持ってく、ドキンちゃんのハンカチ。ちょっとさ、ママさ、お怪我してきていい？やばいんだけど。これもいらないよ。これは、うん、これ、うん、あ、じゃあドキンちゃん入れたもん。ドキンちゃん一緒に。違うよ、一個だけでいいんだよ、ハンカチ。やだ、やだ。お札の中にこれ入れるの。わかった、じゃあ2個ね。はい、でもいつもは1個だからね、うん、わがまま言ってもダメよ、そういうところは。ママが1個って言ったら1個よ。うん、オッケー。はいはい、じゃあお水はちょっと足そうね。できました。せーの、準備ができました。イエーイ、イエ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 イ。はい、今日のファッションはこんな感じです。ママはちょっと黒にしました。全部の色にします。はい、全部の色ですね。ちょっとカラフルだね。じゃあここに何がついてるか。ねえ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 、マニキュアさん、ずっとこうやってやらなくても大丈夫なんだよ。もう乾いてるから大丈夫だよ。そう。じゃあ立って紹介してください。はい、こちらには何がついてますか？あ、そんな近く行ったらさ、映ってないよ多分。頭だけ映っちゃう。頭だけ映っちゃうから、こっちおいで。今日はちょっとお花とイチゴがついてるお洋服なんだよね。で、最近ね、リュックを自分で持ちたいってすごい言うんですよ。で、最初はちょっと、あ、大変だなと思ったんだけど、リュックの中にお手拭きとか、あと飲み物とか自分のやつ入れてくれるから、結構私の持ち物が軽くなりました。何入れたんだっけ？ティッシュと、うん、お財布と、お弁当と。お弁当今日ないよ。はい、嘘ばっかりです。それじゃあ行こうか。行こうか。はい、ランチに行ったんですけど、今日はパパが夜遅いということで、今日も夜ご飯作るのね。ちょっと手抜きして二人でご飯食べてます。ご飯今届いてないじゃん。そうだ、ね、だからさ、うん、お水飲んだよ。はい、ママはお水じゃなくてビールです。いただきます。まだね、夜ご飯ね、5時半なの。今早めに食べて早めに帰宅したいと思います。あ、ねえねえ、取れちゃった。何？マニキュア？いっぱい動かしてたからじゃないって、今日取れちゃったみたい、マニキュアが。ねえねえ、何頼んだんだっけ？キャー、あれでしょ？アンパンマンでしょ？アンパンマンの？うん、これ？アンパンマンのプレート頼んだんでしょ？なんかね、今ね、エビスのアトレに来てるんだけど、エビスのアトレも、なんていうお店だろう、ここ銀座ライオン、よく見かけるレストランに来てて、こう目の前どこ入ろうかなと思って目の前通ったら、お子様プレートのアンパンマンがあったの。それ見て食べたいって言ってたんで、ここにしました。来てもらったんでしょそれ。何それ？これお金。お金、それお子様プレートについてきたんでしょ。うん、なんか使うのかな。もしかしたらさ、このさメダルをさ渡したら何かくれるんじゃない？私今食べたらにしよう。ちゃんと食べたらにしようね、うん、いっぱい食べたりね、うん、来ました。やっちゃった
ちゃったこれはママが見てなかったから悪いね、見てアンパンマンの目がなくなっちゃったアンパンマンの目だ、アンパンマンの目、まつげある、眉毛です。はい、じゃあ手を合わせてください。いただきます。はい、私は、マカロニと、いつもやっちゃうやつ、ペン2つ、これビーフカツレツです。これとこれ一人でビールとこちら平らげます。ご報告がございます。なんだっけ、トマトが食べました、お姉さんになりましたなんとここ数日でトマトが食べれるようになりました。ね、今までトマト嫌いだったじゃん、なんで食べれるようになったの。後からお菓子食べる、後からね、ご飯食べてからね。うん、ねえ、なんでトマト食べれるようになったの。あ、まだツルツルあった。ねえ、なんでか教えてよ。ちょっと大空切れば大丈夫です。切る？じゃあ食べてみて、本当に本当に食べれるかどうか。あ、本当に食べれるか食べてみて。ちょっとやだな、ちょっと切れすぎちゃう。え、え、待って、本当は食べれないんじゃない？もう違うのばっかり食べてるじゃん。食べてないよはい、今から本当にコラミさんに食べてもらいます、食べれるか。はい、じゃあトマトお願いします、本当に食べれるかどうか。はい、え、トマトじゃないじゃん。え、トマトもしかしたら食べれないの、本当は。食べれないの。え、違うよ、口に入れてのオムライスだよ、それ。ご飯だよ、ご飯。あ、ご飯食べてから。一向に食べてくれないです、うちだけです。